私はエマ。うちはいわゆる母子家庭だ。幼い頃、父親とは死別し、それ以来、母が女手一つで私のことを育ててくれた。母子家庭であることを悲しいと思ったことはない。働き者の母とは一緒にいられないことも多かったけれど、父親と立ち上げた建築デザイン事務所を一生懸命守って働いている母の姿は、女性として純粋に憧れていた。社会に出たら、私は母のようにバリバリ働くかっこいい女性になりたい。だけど、ある日突然、私の憧れを踏みにじるようなひどい出来事が起こったのだった。私の彼の匠は、大学時代にコンパで知り合った3歳年上の男性だ。家がお金持ちらしく、本人もそのコネで銀行に就職。エリート銀行員として働いている。付き合ってからは特に惜しみなくプレゼントをしてくれたり、美味しいレストランにたくさん連れて行ってもらったり、とても気前がいい。たまに優柔不断なところもあるけれど、優しくてとてもいい彼だ。そんな彼と先日、私は結婚について話し合った。春に大学を卒業し、就職したての私が、いきなり彼と結婚というのは難しいし、私自身、まだ自由な時間が欲しい。けれど、そう遠くない未来に、二人で家族になれるといいね、と、お互いの気持ちを確認し合った。だから今日は、匠の両親、つまり、未来の家族になる人たちに会いに行くことになった。結婚を前提に交際していることの報告とご挨拶のため、私は初めて彼の実家にお邪魔する。中高年の、それもお金持ちのご両親にも受けるように、服やヘアスタイル、メイクまで可憐にナチュラルに見えるように気を使った。彼のご両親に彼にふさわしい女性だと認めてもらいたいと思う。そんなことを思いながら、私は家を出るため玄関に向かう。お母さん、出かけてくるわね。今日は匠の実家に挨拶しに行くの。ああ、そうだったわね。失礼のないようにね。本日は在宅勤務の母がパソコンから顔を上げてそう言ってきた。わかってる。行ってきます。ウキウキしながら家を出ていく。それから電車とバスを乗り継ぎ、隣町の彼の家に到着した。大きな家で、絵本の中のお城みたいだと思ってしまった。ご両親が好きなケーキ屋を彼に事前に確認してもらい、そこでケーキを購入。彼の家のベルを鳴らす。ああ、エマ、待ってたよ。いらっしゃい。彼がおっとり笑いながら出迎えてくれて、私は彼の家に上がる。リビングに通されると、ますますこの家は広くて大きいのだなと思い知る。家の大きさだけじゃなく、インテリアがとても綺麗で高級感があって、都市銀行の重役だという彼の父親の財力を感じずにいられない。はじめまして、エマと申します。正直、家の豪華さと自分の家の格の違いに若干気後れしているが、それでもしっかり挨拶せねばと、私はにっこり笑って頭を下げた。はい、いらっしゃいませ、エマさん。会えて嬉しいわ。まずは座って。お茶の用意をするから待っててね。エマさん、匠の父親です。我が家にようこそ。ゆっくりしていってください。彼の両親は、綺麗なお家にふさわしい、優しそうな人たちで、私はイメージ通りの素敵な家族に、本当に絵本の中のような世界だと感心してしまった。いい香りのお茶と、私が持ってきたケーキをお茶受けに、私たちはお互いのことを話し始めた。
話し上手な母親と聞き上手な父親。私の話にうんうん相槌を打ちながら、たまに補足的に話をする彼。和やかな時間はずっと続くものだと思っていた。しかし、私の家の話題になった途端、空気が一変するのである。じゃあ、5歳でお父様を亡くされて、その後はお母様がお一人でエマさんを育てられたの？立派な方だわ。同じ母親として尊敬するわ。エマさんがこんなに素敵な女性になったのも、お母様の教育の賜物なんだろうね。親として見習わなければな。ええ、はい。母は私の憧れなんです。母や私のことも褒めてくれて、私たちとこの家族はきっといい関係になれると思った矢先。彼の母は、でも、と唇を切った。母子家庭で、しかも自営業は不合格っていうか、うちの匠のお嫁さんには、ちょっと、ね。その言葉に彼の父も無言でうなずく。私はあんなに褒めてくれたのに、不合格という言葉を使われて動揺してしまった。何を言えばいいかわからなくなり、とっさに隣の彼を見る。父さん、母さん、またそれかよ。いいじゃないか。家庭の事情がどうだとか、些細なことだろう。彼も私のためにそう言ってくれたのだが、両親は何を言ってもやんわりと否定してくる。どんな理由であれ、片親だけというのは信用できないよ。家計が苦しいから金を融通してくれとか言われても困るだろう。匠の父はまだ頼まれてもいない金の無心のことを想像して、勝手に嫌そうな顔をしだす。それに女手一つで娘を大学まで行かせたっていうのは、普通の家じゃなかなかできないことよね。母親一人の力じゃなくて、別の男の人の援助があったんじゃないかって疑いたくなってしまうわ。そういう不死だらなお母さんとは身内にはなれないのよ。うちの家はおじいさんの代からずっと銀行員だから。匠の母も会ったこともない顔も知らない私の母を、勝手な妄想で悪い女性のように言ってくる。銀行員は信頼が第一だしね。ガンガン悪口を言ってこない分、余計に傷つけられた。彼も頑張って食い下がってくれたけれど、私を置き去りにして三人で言い合いになって、最終的に彼は負けた。そういうわけだから、匠、遊び程度の交際ならまだ許せるけれど、結婚というのは考え直しなさい。そうよ。あなたとこのことじゃ生活レベルが違いすぎるわよ。いずれ意見が食い違って別れることになると思うぞ。彼はもう何も言い返せない。黙って両親の話を聞いている。最終的に私の方を向いて頭を下げながらこう言ってきた。ごめん、エマ。やっぱり君との結婚はできない。そんな。確かに私は母子家庭だけど、そんなことを理由にあなたとの結婚を諦めないといけないの？俺だってこんなこと言いたくないよ。そんな責めないでくれよ。あなた、私の家のことずっと前から知ってたよね。お母さんにだって会ったこともあった。あなたも私とうちの家はあなたたち家族に不釣り合いだって思ってるの？彼はこういう時に限って優柔不断が出たのか黙りこくってしまった。でも沈黙が何よりの答えだと思う。彼も親の言葉の通り、私との結婚は釣り合わないとそう思っているのだ。私は悲しくなった。
母子家庭というだけで、彼の家族はまだしも彼にさえ拒絶されてしまうなんて。もう帰ってくれないか、エマ。絞り出すような声でようやく彼がそう言った。私ももう一分一秒だってこんなところにいたくない。帰ります。お邪魔しました。誰も引き止めてくれない。むしろ帰ってくれてよかったくらいに思っているのだろう。私は涙を流しながら来た道をそのまま戻って家に帰っていく。帰宅して私の泣きっ面に気づいた母が訳を尋ねてきた。どこに何をしに行っていたかを知っている母にごまかしは聞かない。母の生き方を冒涜しているようで、本当は母には言いたくなかったけれど、正直に何を言われたかすべて話す。母は案の定、私の受けた仕打ちを憐れんで怒ってくれた。ふーん、そういうことを言うご家族だったんだね。彼氏くんも流されて言いなりになってるだけみたいだし、確かにそんなこと結婚したって長くは続かないから結婚しない方がいい。お母さん、辛かったね。よく帰ってきたよ。母は自分のこともひどく言われたのに、それでも私のことを心配して抱きしめてくれた。それから彼の父親の職業、銀行員という点について私に尋ねてくる。彼のお父さんの銀行ってどこ？彼から自慢話でよく聞かされていたから、銀行名はしっかり覚えている。名前を伝えると母はピンときたような顔をした。エマ、お母さんは確かに大して稼げるわけじゃないし、うちにお父さんはいないよ。そのことを不幸だと思うことはあってもいい。でもね、恥ずかしいと思ったり、引け目を感じる必要はないの。絶対に。私はお父さんがいなくなってから、ずっとそう思ってあなたのことを育ててきたつもり。だから、私もあなたの彼のこと、彼の家族のこと、絶対に許さない。帰り道で散々泣き晴らしたのに、また涙がこぼれ落ちてくる。母の言葉で私は大事なことを思い出した。私は母が大好きで、母の働く姿に憧れていて、いつか母のようになりたいと思っているということを。私の憧れを、くだらない理由で踏みにじった彼とその家族のために否定するなんておかしい。翌日、母は私にこう言ってきた。確認したら、やっぱり彼のお父さんの銀行とうちの会社、取引があったの。娘をこっぴどく振った男の父親が勤めている銀行と、もう取引なんてしたくないから契約を打ち切るわ。事情も全部話させてもらう。どうなるかわからないけど、信用が大事って言うんだったら、私からの信用がもうないってことをしっかり教えてやりましょう。母は銀行が開く時間ぴったりに電話をかけ、融資の担当をすっ飛ばして支店長を呼び出した。支店長？お宅とは取引中止します。ええ、いきなりで申し訳ないんですけれど、お宅の役員さんにうちの娘がひどい目にあったみたいで、詳しくお話聞いていただけるようならこちらから出向いてお話しして差し上げますけれど、どうなさいます？母のそういうやりとりを出勤する手前の時間に耳に入れていた私は、契約を切るということは分かっていても、それからどうなるかまでは分かっていなかった。どういう意味か分かったのは数日後。彼から電話をもらって近くの公園に呼び出されてから。公園には彼と彼の両親がいた。両親は私のことを思いっきり睨みつけてくる。彼は
困り果てた声で私に尋ねてきた。父親がクビになったし、理由を聞いたら俺の彼女のせいだって言われたんだけど、お前一体何をしたんだよ。その言葉で契約を切るということが、銀行員が信用を失うということがどういうことなのか、私には全部わかった。信用でお金を貸し借りしている人が、その信用をなくしたら仕事そのものがなくなる。お客さんからの大事な信用をなくす原因があるなら、それを取り除かないといけない。つまり、彼の父親は会社から排除されたということだ。信用を下げる諸悪の根源として。後で分かったことだが、匠や彼の父は私にしたように客を貧乏人と見下し、いろいろトラブルを起こしていて、時間の問題でクビにされそうだったらしい。最後の決め手が母の電話だっただけだ。これは私の力でやったことではない。私にそんな力はない。でも私の家族が私のためにやってくれたことだ。堂々と胸を張って彼に教えてやればいい。私の母を馬鹿にしたから母の力で仕返ししてもらったの。は？お前のような貧乏な娘の親の経営している会社が、ちょっとクレームをつけたくらいで、俺がクビになるほどの影響を及ぼせるわけないだろう。確かに、両親の名義で経営している会社は、さほど大きいものではない。でも、私の母は別に、デザイン事務所一つしか経営していないわけじゃないし、経営に携わっていなくても、会社に影響を与える立場にいる。今なら、あの時母が銀行としていたやりとりの意味が全部理解できる。きっと、こういうことなんだ。私のお母さんの会社自体は確かに大きくはないです。けれど、お母さんは私の祖父が経営するいくつかの会社にも非常勤役員という形で、名前を登録しています。あなた方に影響を及ぼすほどということは、おじいさんの会社との契約も全部切れたっていうことね。私は祖父の経営する会社の名前をいくつか挙げた。彼の父親の顔がみるみるうちに青ざめていく。そんな、バカな。何もおかしいことありません。だって、私の祖父ですよ。孫と娘を馬鹿にした銀行なんかと付き合いたいなんて思うわけないでしょ。彼らは自分たちがなぜクビになったのかようやく理解したようだ。突如として態度を一変させ、その場で膝をつき、額を地面にこすりつけて泣き出す。でも私にはそんな姿を見せられても、みっともない人だとしか思えない。彼は私にすがりついて頼み込んできた。エマ、悪かった。結婚したい気持ちは本当だったんだ。ただ、親がうるさいから、あの時は一旦帰ってほしいと思って。白々しい言い訳を並べて、自分だけでも助かりたいとでも言いたいのか。でも、私はもう、彼のことだって見限っている。弱々しい腕を振りほどき、彼に向かって言ってやった。私のお母さん、すごいでしょ。私の憧れの人なの。それを馬鹿にしたあなたとは、金輪際関わりたくない。もう大嫌いよ。お母さんが心配するから、私は帰るわ。じゃあね。もう連絡してこないで。追いかける気力さえなくなった彼は、膝をついて、両親と同じようなポーズで、私が立ち去っていくのを黙って見送るしかできなかった。それから彼の一家は、急に無職になったものの、生活水準をいきなり変えることができなかったようだ。
車や高級品など次々に売り払い、最後は家まで手放したとか。母と祖父が銀行を経由して仕入れた話を聞いて、私はあの人と結婚をしなくてよかったと心から思ったものである。これからも中途半端なプライドを抱えて生きていき、そしてお金に困り続けるのだろう。身の丈に合った生活をできるようになればいいのにね。なんてことを母と話して笑い合ったりした。さて、私だが、まだ社会に出たてでできることの方が少ない。でも、今回の件でいろいろなことを学んだ。そして、男を見る目も磨くのはもちろんだが、私自身ももっと強くなりたいと改めて強く思った。だとしても私の目標は変わらず、やっぱり母みたいにかっこいい働く女性だ。母のように家族を守り支えていける強い女性になるために日々精進していきたい。